おかえり。どうもこんにちこんにちは、はじめまして、こんにちは、みんなお元気ですか、こんにちは。絵を描く時間の再来じゃーい、さい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 、ライ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 。え、もう5時じゃん、なんもしてねえじゃん。今日中に終わる、今日の10時ぐらいにあげたいんですけど、5時間ぶっ通しで終わりますか。いえ、終わらせます。よろしくお願いいたし、対戦よろしくお願いします。終わるか終わらないかじゃないんだ、終わらせるんだ。ルンダルンダルンルルルルンダン、ということでやっていきましょう、やっていきまーしょう。あ、もしかしてあなた未来あかりちゃんですか。もしかしたら僕は未来あかりちゃんの可能性がありますね。そうだと嬉しいですね。僕が未来あかりちゃんだったら、そうであることを祈って、乾杯。カンカンパパイパイ。うう。ゲップが出ますね。Twitter、ツイートします。ウロボロス高橋でもツイートします。ツイートツイート、トゥ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 イート。じゃあ書きます、頑張りますね、頑張りますね。こうなってくると横、これでもさ、全員こっち向きすぎだよね。おはよう。おはよう。なんかこう、もう絵としてちょっとこ、もうわざとじゃん。だから顔の向きをもうがっつり変えて、あ、変えてあげるっていうのはどうかな。全員こっち見せたらもうそれはわざとなのよ。ゆえに顔の向きを変えてあげたらいいんじゃないのかな。そう思って僕は旅に出ました。戦いに明け暮れる日々。戦いに明け暮れる旅に出たんです。シャニマスを起動しないとわからないんです、衣装がどんな水着を着ていたのか。マドカがテレレレレレレレ、アイドルマスター。しかもどうもこの絵で川口が過去夏休みの宿題をどうしてきたかよ。いかれくわかるだろう、なんなら今日間に合わない説まで、いや言霊にしちゃいけない、間に合う、間に合わせる、間に合うのだ、俺は絶対に間に合うのだ、大丈夫、安心しろ、間に合うから、なんなら大丈夫だから、自分を信じて。俺が今まで夏休みをの宿題を雑にやってきたと思ってるの、もしかしてそう言うってことは。俺が夏休みの宿題を雑にやってきたと、最終日にばっかりやってんじゃないよってことでしょ、君が言いたいのは。
舐めるなよ、あまり人間を。人間をあまり舐めるなよ。でで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 まだだまだ、彼らはここで終わるはずがない。でで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 トゥントゥン、ドゥルルルドゥルル、ドゥルル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 ドゥル
る僕のこの声が闇に虚しく吸い込まれた。ももももももも、もう空色デイズ流れたら勝ちよ。もしも世界が意味を持つのなら、そんな気持ちも無駄ではない。憧れに押しつぶされて諦めてたんだ。果てしない空の色も知らないで、ボン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 走り出した。ぐん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 。これって後ろ髪どうなってんの？なんか編み込んでる？マドカっていつも髪の長さどれぐらいだったっけ？笑っておけ。ああ、でも変わってないか。でもなんか三つ編みっぽくも見えるんだよな。この衣装持ってる人は高画質の画像をくれ。ファウンテン様、樋口まどかくれ。俺トールしか持ってねえんだ。ファウンテン様は助けておくれ。どうなんだ、なんか三つ編みに見えないこともないんだよな。腕細くね。眠よ。寝てよ。寝た方がいいお。眠かったら寝ないとダメだお。窓かってどうなってんの？後ろ髪？不覚にも五七五になってしまった。窓かってどうなってるの？後ろ髪で帽子かぶってんだよな、この窓か。なんか分からんけど、でも海の中にも入るときも帽子かぶってっかな。そんなことある？海の中入ってても帽子かぶってるなんてありえないですよね。ミスターシーモンスター。あ、でもかぶせとくか。横から見た人ってどうなってんの？体、人間って横から見たときなんか細くね？めちゃめちゃ細く見えるんだけど。
絵ってやっぱ描いた時間といいね数とかが比例しないよな。まあしゃあないでしょ。やっぱいいものにはいいねもらえるし。まあでもなんかいいねも、まあいいね欲しい、もちろんいいねは欲しいけど、今別にいいね欲しくて書いてるわけでもないからな、特に気にしてない。いいね数気にしてたら俺マッチョねとか書けねえし。それもちろんいいねもらった方がいいけどね。リスナー気にしてたらアペクスとかできないもんな。いや本当にそうなんだよね。基本的に俺自分がやりたいことだけをやっていくから、何より。マッチョが着たいときはマッチョ隠し、可愛い子が着たいときは可愛い子隠し。頭がでっけえのか。いいね数気にしてたらマジで何もできねえよ。なんかあと期待しすぎるのも良くないしね。なんかめっちゃ、あ、めっちゃいい絵描けたわと思ってさ、こりゃいいねめちゃめちゃ増えるぞって思ってアップロードしても全然いいねもらえなかったりするから、結局そういうとこなんだよな。でも毎回どっかで期待しちゃうよな。いやまあそれそうだよね。やっぱ自分の中では常に最高傑作を書いてるつもりだしな。常に一番いいものを書いているつもりではいるから、まあ、もちろんバズってくれれば嬉しいけど、そううまくもいかねえってこって。バンナムが E プラス切ったらしい。あ、なんかそうみたいね。これでようやく取りやすくなるか。もしかしたら。イブラス高いしな。手数料めっちゃ取るからな。全部それがバンダムに行った方がいいだろ。この胸を確かに叩いて。新しくて結んだテイパーツってどこのサイト見たら、新しい転売対策イカ略。新しくて結んだテイパーツってどこのサイト見たら新しい転売対策がある。あーん、チケットの、チケットの転売に関しては難しいよね。でも行けなかったら譲りますっていう話もあるし、そのあたりをどうするのかっていうのが気になりますな。なんかめっちゃ窓が難しい水着着てんだけど、なんでこんな難しい水着着るの。難しい水着着るの。当日発見足す顔認証。当日発見足す顔認証。
顔認証ってどうやってやんだ？ちげえや。これ距離的にめちゃめちゃ半端じゃなくない？投げた距離。遠近法のこと考えたらかなり遠くに投げてる気がする。なんか背景ずれてるし、意味わからん。あ、すげえ眠くなってきた、やべえ。今日中に終あわとらせ公な式きゃ。チケットリセール。何チケットリセールって。リセールだからもう一回売り直すってこと？だから行けなくなった人が売れるってこと？公式で。行けなくなったら公式で定価で売る。あ、定価で売れるんだ。それがリセールっていうのか。人に売るんじゃなくてね。で、公式がじゃあリセール分をまた販売しますよみたいな感じのことができるってことか。いいね。余計なトラブルも増えなさそう。なんか頭でかい。バコ、新規なしで天井行ったの悔しくて、バカな追いガチャしたけど、イカ略。プリコね。新規なしで天井行ったのに悔しくてバカな追いガチャしたけどプリレイ引けてこと。お、よかったじゃん。追いガチャでプリレイ引けたってこと。じゃあそれはもうバカな追いガチャじゃないよ。正しい追いガチャだよ。結局ね、バカな行動っていうのは成功さえすればそれは正しいんだよ。いつだって挑戦したものを笑うから。そう、あり。人は。人っていうのはいつだって挑戦したものを笑う。ただ得られるのは挑戦したものだけだから。得るためには挑戦するしかないの。それを得られるのは挑戦したものだけ。なんかの漫画の発言。なんかで言っいいてことなかっ言うたっじゃん。け？だろ？なんかで言ってた気がする。だって人は挑戦したものを笑う。アイシールド21だって言ってたわ。川口がいいこと言ってるとき、大体漫画の引用だから。アイシールド21で言ってた気がする。確か。いいこと言ってるような。ここなんか。ちぎれてない？
なんでこれちぎれてんの。くそ。ちぎれてていいの？ちぎれちゃダメだよ。まあでも最悪いいかな。リアル。最悪ちぎれてたらまあ許す。おじさんやば。やはー。もう眠いんだけど俺。あ、8月中に水着の絵があげられない男いおりゅう？俺眠いよ、パトラッシュ。もう16日ぐらいからずっと描いてたってこと？そうだね。明日から涼しくなるらしいからな。水着ダメだ、水着でいられないよ、ひなのたちが。これ描き上げたら寝れるよ。眠い。いやもう眠すぎて液たぶに顔をうずもてる、うずめてた。ひなの。ひななに。の胸に顔をうずめていました。なんでひななだけを描くつもりが本当にノクチルを描こうとしてるの俺は。おばかなの。顔うずもてたな。おばかなの俺は。うーん眠い。顔うずもてたよ。おっぱいがでかい。ひなのおっぱいはでかい。ひなのおっぱいはでかい。ひななって割と全部がでかいな。そうなんだよね。すげえよひななって。ワールドサイクラス。はい、次、小糸ちゃんどんな格好してた？ビューン。わあ、なんか小糸ちゃんもクソめんどくせえ服着てる。フリフリがいっぱいついてる。なんでそんなみんなクソめんどくせえ水着着てんの？描くのが。やめよっかな。もう眠いよ俺。なんでそんなにみんなめんどくさい水着を着ているんですか？公式の絵描く人も同じ気持ちだよ。絶対おかしいよ。絶対みんなおかしいよ。チュ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 。ああ、チュ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 。もう全然集中が持たない。全然集中が持たない。なぜなら眠さといろんな感情が入り乱れているから。ぐん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 、いろんな感情が渦漏れているよ。俺の感情はどうすればいいのかな。今ツイッターを見てる俺は良くない。でもね、見ちゃうよ見ちゃう。なぜかっていうと、困る困る、コマ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 ちゃん。うお、のんのん日和のせかわいい先輩はコマちゃん。コマちゃん先輩いいだよ。一回シャニマスとか開くから連鎖でツイッターとか見るんだよ。
だってシャニマス見ないとさ、シャニマス見ないと水着がどんな服なのかわからないじゃないのよ。みんながどんな水着を着てるのかわかんないじゃないの。ピエー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 。こういうマッド作ってる人、ピアとかヤワとか、こういうマッド作ってる人いないの。ピャン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 。作ってくれ。ピャン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 。うずもれてるだけでありそう。ピャン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 。アイマスマッドを見るのが俺の。あ、マジでやだ。マジで眠い。はぁ、諦めよっか今日。ホイト、ジャンはこれ失敗して顔にボール当たってるの。そうだよ、受け取るの失敗してピャー。ホイトちゃんっぽいでしょ、かわいいホイトちゃん。でんでんでん、よし、ホイトちゃんの曲聴こうぜ。ホイトちゃんの曲を聴くんだい。よこせ、こいつの曲を俺に。よこせ。奥の抽象的前がだんだんトールに見えてきて笑う。それさっきも言われた。さっきまだこのトールちゃん、あのまどかちゃんを描いてない状態で、まどかはいないのみたいな話になって。まだこのまあ小糸ちゃんはわかるけど、これがあの通るかどうかも分かってないのに、まどか書いてない状態でまどかはいないのって言われて、なんでなんでこれが通るだと思うんだよっていう。初手で分かられたの格差。そう、なんでこれが通るだって分かるんだっていう話をしてた。なんのトールの要素一つもないのに、この絵にすごいなと思って。なんかそのやっぱ性格ってすごいいいよね、そういうトールちゃんのいいとこというか、シルエットでわかるんだろうな。トールちゃんのキャラクター性の強さだよね、マジで。なんか泣きそう、俺この曲聴いてると、この曲聴いてると泣きそうになる。コイトちゃんがけなげすぎて。コイト応援してるぞ、頑張ろうな。主人公だったら、ピア、はいはい、
いい曲これ本当に。割とソロ曲の中で上位に食い込むぐらい好き。ドゥ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 、ショット。急がなくちゃ。待ってな泣きそう本当にこの曲聴くと。後悔したくないから頑張るってのがいいよね。爪の赤煎じで飲ましてほしいよ。その考えが俺にはなかった。その考えが弱い15歳でできるのはすげえわ。いっぱい。頭をヘゴチン。でも俺も後悔だけはしたくねえからな。今日中に頑張んねえとな。
マッチこうだったら耳の位置変だ。あれ、え、ちょっと500円もこう、え、待って、なんで500ポイント急に花火上がって効果音になった。広告ギフトありです。なんで急、え、え、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。え、いいの BGM 流してて大丈夫？ダメかもしれん。ダメかもしれない。もしかしたらこの500円もこの500ポイントもなんでダメな時にギフトらいちゃうんだろうな。この500ポイントももしかしたらニコニコ動画に吸われる可能性がありますね。今勢いで止めたけど意味ねえよな。没収されそう。勢いで止めるのくさ。意味ね。今止めても意味ねえのに。今止めても意味ねえのに。
なんか溺れて なんか変だな小糸ちゃん、ちょっと待って小糸ちゃん難しいぞ。手伸ばした方がいいかな。顎がすごい小糸ちゃん。手伸ばした方がいいか小糸ちゃん。勢いで止めたけどさ、500ポイント広告広告じゃねえや、ギフトだよ。500のギフトってもう相当よ。大金。あまりの大金だぞ。いいのかそんな。ありがとうございます。なんか本当に。ただもしかしたらそれは闇にキスかもしれません。スベならコメントかけるな。やばいよ。スパチャ読みだよ、スパチャ読み。川口はヨスパチャ解禁してくれ、うん、チャンネル登録者が川口くんもビッグになったもんだ。あと何人ですか。あと、まあ待ってた、ポイントだから気にすんな。いや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 、大切にします。ちょっと一応申請しよう。一応申請だけしてダメだったらすいませんって言おう。ドゥ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 。だから今日も居残り練習、後悔だけはしたくないから。ドゥ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 。グエーグエー感、グエー感欲しいよな。むずくね小糸ちゃん。ありがとうマジで、これで夜飯合流できるわ。何食おうかな。なんかな。グエー
すげえ間抜けになるな。小糸ちゃん別に間抜けではないからな。運動神経とか悪いわけじゃないだろうしな。でもなんかグエーってなっててほしいんだよな。それのかわいいから。ぐえー、頭の中では出てる。頭の中でもなんか出てないな。でも頭の中でグエーが想像できてない。グエー、頭の中のグエー、コイトちゃんをいかにグエーさせるか。すげえ眠い。なんで今日こんな眠いんだ。まあ寝てないからなんですけどね。ピロ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 、困りましたね。くそ、そりゃ眠いわな。睡眠時間が少ないんだから。ピロ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 ってなんだよ。ピロ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 の音で、眠い時の音。ててててててて、エイペックスやっちゃったからな昨日。いやー結構缶開きだとちょっとダサいかな。いやでもそうならざるを得ないか。ギャなんかでもそれだと間抜けすぎるか。小糸ちゃんさすがに、小糸ちゃん不安に怒られるか。小糸ちゃんそんな間抜けじゃない。バカにするな。ピエ、自分の恋とジョンを疑いとか返しとけ。恋とちゃんはそれぞれの心の中に、もう書くの大変だから顔面全部ビャーにするか。じゃあコイトは間抜けじゃない。大間抜けだ。賢いな。そうすれば顔も描かなくて済むし。ピャピャ、コイトちゃんがピャって言ってほしいんだよね。俺はコイトちゃんに。小糸ちゃんにピャーって言ってほしいおじさんだからさ、常に。おは、おはでマヨチュチュ、ズン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 。おはらき。おはらき、でんでん、でるでってってってん、でーん。でるすてん、でん、でるすてん、でん、でん、でるすてん、でるすてん、でん、でん。でん、でん、でるでってん、でん、でん、でーん。ティン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 。顔の角度かな。
顔がこっち向きすぎてんのかな。大好きな方の主人公だったら、みんなみたいになれるのに。大丈夫、大丈夫、言い聞かせて。頑張ろう。ちょっと一回じゃあ顔描き直すか。コロンビア。コロンビアになっちゃうんだよな、フォーメーションが。完全にコロンビアポーズだもんな、コイトちゃん、これじゃ。みんなみたいになれるのに。何時？6時か。寝てえな。寝てえ。集中力がない。眠すぎて。進んでる気がしない。でもやらない。水着の絵なのに8実際月本体は中進んに。でないからな。そうなんだよね、結局。なんか気持ちを紛らわせるためにやってる背景で疲れてるって、マジで本末転倒。七転び八起き、七転八倒。寝る？もう。もう寝る？もう意味ないよな。もう眠いんだったら寝るんじゃない？あんが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 ん。でも9月に上がる水着の絵なんてあるか？なあ、9月に上がる水着の絵なんてありますか、皆さん。確かにそう考えたらありえねえな。でももう間に合わなくね、普通に。結局どっちにしろ間に合わないんだったらさ、寝た方がよくね。あと4時間で完成させるとは思えない、到底自分の資質を考えうるに。4時間で終わらないでしょ。どっちにしろ、間に合わないんだったらの発想が、夏休みの宿題と同じ、以下略。完全にどうせ間に合わないんだったら寝て元気な状態で書いた方が頭もすっきりするし、迷わなくて済むんじゃない？そんな気がしない？みんな。なあ。
決めるのは川口だ。そうだよな。ひななどう思う？ひなな、あ、ひなの口に吸い込まれる。シュポー、ここがひなの口内か。ひなの虫歯菌をやっつけろ。これで大丈夫。ひなの虫歯菌をやっつけた。これでひななはもう二度と虫歯にならなくて済むぞ。やったなひなな。やはー、初見です。ああ、すごいタイミングで初見さんが現れてしまった。俺の脳が溶け散らかしてる。幸せそうでよかった。俺の最悪のタイミングで草。脳が溶けてるタイミングで来ちまったよ。ダメだよ。脳が溶けてるタイミングで来ちゃったら。意味わかんないよ。何が、ひななの口内からだよ。ちょく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 ってとこから聞こえました。あ、じゃあギリギリセーフじゃない？俺がひななの口内の虫歯菌を倒してるところギリギリ聞こえてないからいいか。今眠くて辛いんですよ自分。アートやろ。眠くて辛いんですけど、でも8月中じゃない水着の絵に価値はあるのか。ただ全く進んでません。うがー、寝る時の作業きついですよね。きつい。今日なんで睡眠時間がこんな短かったんだ、バカが俺。もっといっぱい寝てからやりゃよかったのに。なんかちゃんと今日絵を完成させないとと思って無駄に早く起きちゃったんだよな。違う、昨日寝るのが。水着描いてるイメージつけたら平気ですよ。逆にね、うまい。それは逆転の発想、チェス盤をひっくり返した発想だね。朝なんで眠れなかったんだろうな。朝眠れなかった俺が悪いわ。で、朝眠れなかったからこそやばいな、短時間睡眠でいっぱい絵を描かなきゃいけないっつって思って3時間ぐらいで起きた俺も悪い。ここは勇気を持ってして。朝眠れないんじゃなくて朝起きるからな。勇気を持ってして、このアイドルのイラストキティラー、あれするべきだった。いっぱい寝るべきだった。今こうなってるんだったら変わんないもん結局。だったらいっぱい寝て今ぐらいの時間に起きて、でも今からもうバッチリ集中した状態で、眠気もない状態でバババババってやった方が効率はいい。やっぱりやっぱね、寝不足、睡眠不足、睡魔っていうのはね一番邪魔をするからね人間の。だからもう間に合わないんですよこっからじゃ。もう頭がふわふわしてるから。じゃあこれ1年かけて描く。来年あげればいいんじゃない、この絵を。じゃあこの際くさ。俺ちなみにね、ちなみになんですけど、エペやってるとき寝ればよかった。本当にそれ。目薬さして5分だけ黙祷とか。黙祷はできません。え、パソコンめっちゃ重い。ちなみになんですけど、ちょっとファイル読み込みがめっちゃ時間かかってる。ハードディスクもぶっ壊れたか。どこだ？ちなみにのちなみになんですけど、え、実を言うとですね、私自作利用してアメリカからあげれば。あ、うまい。好きなさすぎ。チナのミニなんですけど、どこだ？見当たらない。あ、これですね。去年書いたね、水着のチョコちゃんすら
去年書き終えませんでした。これ去年の夏に書いたですね、水着チョコちゃんですね。線画まで行ってやめてますね。つまりですよ、僕は水着が描けない体に、水着イラストを描き終えられない体になっているのかもしれない。そんなのは嫌だ。そのジンクスから抜けねばならない。俺は今回もダメだったよって描いたとこまでであげましょう。まあこれね、すげえ、ほらみんな見て、このサイズで見れば完成してるっぽくない？このサイズであげようかな。切ってぐらいのサイズで画像をあげれば完成してるって思ってくれるんじゃない？その可能性あるよね。いいですね。うん、バレねえよな。サムネマジック使っていきましょう。そうだよな、これぐらいだったらもういけるよ。いや眠い、ダメだ、もう寝よ。もうすいません、ひなな、ひななは9月にも水着を着ます。ああ、アイコン用ってことであげよう。ひななは9月にも水着を着ます。ノクチルはいつだって僕らは夏です。いつだって僕らは精一杯、僕らはノクチル書かずに修正だけしてればまだ可能性あったのに。だってノクチル書きたくない、なんか隙間が怖くて。昨日夏終わったって言ってたやろ。俺の夏休み終わっちゃった。いや、ひななの夏休みはまだ終わってない。ひななの夏休みがまだ終わらないのだ。だって多分緊急事態宣言で夏休み延長だから、まだ海行くべ。9月の一日なんてまだ夏よ。なんなら大丈夫、自分に言い聞かせて頑張ろう精一杯言ってたもんな、小糸ちゃんも。言い聞かせて、気持ち落ち着けたら頑張ろう。小糸ちゃんの気持ちを俺は小糸ちゃん宿して今自分に言い聞かせてます。夏の水着のイラストは9月に入ってからでも大丈夫。伏線回収だな、完全に伏線回収。ということで寝よっか。もう大丈夫、俺なら大丈夫だから、ひななも大丈夫だから。そういう日もあります。ということで以上、すいません皆さん、見に来てくれた皆さんには申し訳ありませんが、本日はこれにて閉幕ということです。寝起きまた頑張ってください。ありがとう。いっぱい元気な状態で書けば元気になれますので頑張りましょう。お疲れ様でした。これで起きたらアペックスしてたら笑う。まあまあまあ、そういう日もあるよな。まあでもちょっとずつ前進してるから、見て、マドカのラフは終わってるから、マドカのラフが終わって、コイトちゃんもちょっとだけできてる。大きな一歩だと思いませんか？皆さんから見たら小さな一歩かもしれないけど、俺から見たら大きな一歩なんです。挑戦者は、いつだって平民は挑戦者を笑います。
ここで寝るのは挑戦です、俺の中で。ここで吉と出るか凶と出るか、睡眠が。ただ寝ないと寝た先の結果は得られないということで、ありがとうございました。それではまた次回お会いいたしましょう。ぜひチャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローなどもよろしくお願いします。それではのし。